アルワクラはカタールのアルワクラの首都。東端をペルシャ湾の海岸に面し、カタールの首都ドーハは町のすぐ北に位置している。シェイクアブドゥラフマーン・ビンジャシム・アルタニによって統治されていたこの村はもともとは小さな漁業と真珠採取の村であったが、何年にもわたって開発が続けられ、現在はカタールで2番目に大きな都市となっている。 21世紀の変わり目から大規模な開発と成長を遂げる一方で、北から急速に拡大するドーハの影響を受けてきた。街の近代史における注目すべきマイルストーンには、2019年5月の2022、FIFA ワールドカップ開催地であるあるジャヌーブスタジアムの開業、2016年のアルワクラ、ヘリテージビレッジのオープン、アルワクラ幹線道路整備プロジェクトがある。また、 ドーハメトロのレッドラインがアルワクラまでへ延伸されている。街の名前はアラビア語のワカーに由来し、大まかに鳥の巣を意味する。主観教省によると、この名前は数話の鳥の巣を収容した近くの丘にちなんで名付けられた。2009年に撮影されたアルワクラの衛星画像。考古学的な証拠が豊富であるため、アルワクラは カタールの最初の都市中心部として機能したとされている。この都市はカタールの経済が活気ある真珠産業にほぼ完全に依存していた時期に歴史的に真珠光沢の中心地として使用されていた。米国水路部によると1920年までに町には約300隻の船が配置されていたという。1925年にイギリスが実施した次の調査によると ワクラの港には250隻のボートがあったという、1898年に書かれた報告書で述べられているように、アルワクラは、いわゆる海賊海岸を包含すると考えられていた。アールハリファの支配営業インド図書館事務所に含まれている記録によると、1845年に遡る書面によると、町には250個の家があり、人口は、 約千人だったという。カタールの当時の主要な真珠の村の一つである、アルビッタから10マイル離れた場所にあると言われていた。記録はまた、町の最初の住民は、アルビッタからの移民であったと記している。アルワクラは、ビッタや他の町から独立しており、同じ大きさのビッタよりも見た目が繁栄し、陽気であると表現されている。1863年。 バーレーンの統治者であるモハメッド・ビン・ハリファは、いとこのモハメッド・ビン・アハメドを、カタールの副首長として派遣しました。彼はすぐに、カタールによって、ある枠らの支配者を逮捕して、国外追放した後、バーレーンに戻ることを余儀なくされました。1867年、内務族が半島にある、バーレーン軍を破った後、バーレーンは、カタールとの戦争を開始しました。 アルワクラは長い間オマーンの脱退者の避難所であったため彼らはアブダビからの支援を得ることに成功しました。その結果、アルワクラはバーレーン軍とアブダビ軍の合同軍によって解任された。英国の記録アートにドーハとワクラの街は1867年の終わりに一時的に消滅し家屋は解体され住民は国外追放されたと述べた。 カタール在住のイギリス人、アブ・アルカシムムン氏は、1872年に、カタールの地区に関するメモを書きました。その中で彼は、1218年、グレゴリオ歴の1803年に、ある枠は、アルブ・アイナイン族によって統治されたと述べているが、ジェイジー・ロリマーは、アルブ・アイナイン族が、ある枠に移住したと主張している1828以降、アルルアイスと、フワイリット。 オスマン帝国の支配朝のアルワクラの古いダウセン。カタールがオスマン帝国の支配に屈した直後、オメルベー少佐は半島の主要な町に関する報告書をまとめました。1872年1月に発行されたこの記事は戦争によるアルワクラの過疎化を反映しており、町の艦隊を50隻と概算しながらわずか400人の人口を推定しています。 1890年にこの地域で行われた英国の調査では、1867年の戦争の影響に苦しんでいた町は、その後再建されたと主張しています。測量士は、アルワクラには12の鳥で、少なくとも1000人の住民、そして数隻のボートがあったと書いています。高さ85フィートの岩だらけの丘である、ジェベルアルワクラは、 町の南1マイルにあることが分かりました。1885年、シェイク・ジャシム・ビン・モハメット・アル・タニとの論争のため、アルブ・アイナイン族とアルジェラン族の100人のアルワクラ、先住民のグループが町を去り、アルガリアに定住しました。モハメット・ビン・アブドゥル・ワハブが率いる連合は、シェイク・ジャシムに抵抗するために結成されました。シェイク・ジャシムとモハメット・ビン・アブドゥル・ワハブの間で会議が、 召集され、議論はアルビッタにある法官のオスマン帝国の司令官によって仲介されました。連合を放っておくというオスマン帝国の司令官の提案はシェイク・ジャシムを激怒させた。これにより、シェイク・ジャシムに忠実な部族がアルガリアを攻撃するようになりましたが、場に入る族が数人の犠牲者を出し、敗北しました。1902年の終わりに、 オスマン帝国は彼らの権威を主張するためにあるクラとズバラにオスマン帝国の行政官を設置しました。これはドーハにすでに存在するオスマン帝国の行政官に追加されたものです。オスマン帝国のユースフベは1903年の春にあるクラのムディールに任命されました。英国の不満のためユースフベの任命は短命であり彼は後に カタールのカイマカム女子として招集され、ある枠らに戻らなかった。シェイク・アブドゥラフ・フマーン・ビンジャシム・アルタには、同じ年にユース・フベイの代わりに、オスマン帝国によって、ムディールに任命されました。これは、カタールの行政官を任命する、オスマン帝国の権利を拒否した英国政府による新たな抗議を引き起こした。1904年11月、オスマン帝国は、 イギリス軍からのさらなる要請を受けて、このポストを完全に廃止しました。1908年のアルワクラ要塞。1907年12月から、知事のシェイク・アブドラマンとアルブ・アイナイン族の間で一連の論争があった。アルブ・アイナイン族は年次ボート税の支払いに反対し、報復として、シェイクは部族に1万カタールリアルの罰金を課し、部族の指導者6人を追放した。 幸福として、部族指導者の息子の一人がシェイク・アブ・ドゥラマンを撃つ、ことを試みた。彼の試みは失敗し、投獄されました。しかし、彼は後に許しを得て、税金の支払いと引き換えに釈放されました。あるブアイナインは、後に、バスラのオスマン帝国に、施設、アハメド・ビン・ハターを派遣し、カタールのシェイク、ジャシム・ビン・モハメド・アルタニーの襲撃を支援するために、ある枠に、 軍の駐屯地を建設するよう要請した。施設は、オスマン帝国からジャーシムビン・モハメッド宛の2通の手紙を持って戻ってきました。2週間後、あるブアイナイン部族はに訴えミューッテサーフのアルハサ、マハーパシャ。これは、オスマン帝国がカタール半島に対してより多くの権威を行使するための自由を提供したという英国の信念のために、 英国とオスマン帝国の間の緊張を再活性化させたイギリスの保護領アルワクラのシェルラウンドアバウト1925年に実施された英国の調査ではアルワクラについて徹底的に詳しく説明していますインフラと国境に関しては他の建築材料が入手できなかったためアルワクラのほとんどの家は泥と石でできていたと主張しています 町はもともとコンパクトなブロックを形成していましたが、それ以前の数年間、ルマイラと呼ばれる一個だけの地区が北に、約800ヤードのところに出現しました。国勢調査の時点で8000人の住民がおり、2000人がアルブアイナイン族、1500人がアルフアラ族、850人がアルクライファット族、1000人の黒人アフリカ人、2000人の 黒人アフリカ人奴隷に属していました。他の民族グループと部族は、残りの650人の住民で構成されていました。エール・クーレイファットとエール・マディドの部族は、ルマイラ地区の唯一の住民であると説明されていました。報告書はまた、アルワクラの住民は主に新珠採取者、船員、漁師であると述べています。さらに、アルワクラは十五店舗の市場であると、 報告されました。アルワクラの港。カタールが1971年に独立を獲得した後、ハリーファビンハーマド・アール・サーニーは1972年2月に新しく設立された州の支配権を引き継いだ。彼の主な政策の一つは、カタールの住宅と主要なインフラプロジェクトの分散化でした。同派以外での成長を促進するために、1972年に彼は、 アルワクラに桟橋とアプローチチャンネルの建設を命じました。2008年にアルワクラで都市開発計画が制定されました。この計画の最も顕著な特徴はアルワクラビーチの開発、市内中心部の開発、及び市の南部の拡張でした。この計画の主な目的は60万人以上の住民を収容するためにインフラを改善することでした。 2022年の FIFA ワールドカップに向けて建設される予定の新しいスタジアムの計画は美しい形と色のために2013年11月中旬にリリースされた後インターネットで大きな関心を呼んでいます。2010年のラスアブ・フォンタスとアルワクラ北東部の空中ショットペルシャーンのすぐ東に位置するアルワクラは 首都ドーハの南約1 5トル、アルホールの南7 2トル、ウンムサイード2 1トル北、ウンムサラールムハンマドの3 6トル南東、およびドゥハーンの1 0 0トル南東に位置する。およそ112ヘクタールのマングローブが、アルワクラの海岸のすぐ沖にある。アルワクラビーチの砂丘と海岸線の眺め。カタール統計局が実施したアルワクラの、 沿岸水域の2010年の調査では、その平均水深は2.25メートル浅いことが分かりました2.25メートル及びその平均 pH は7.95でした。さらに、水域の塩分濃度は49.14数、平均気温は22.78でした。同及び6.6溶存酸素のミリグラム、l カタールの他の都市と同様に、 アルワクラの平均気温は1月、2月、3月、11月、12月です。夏のシーズンは4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月です。アルワクラは1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月に乾燥期間があります。平均して最も暖かい月は7月で、 最も涼しい月は1月です。次の表は、アルワクラの気温の記録と平均を示しています。アルワクラのアルタウッシュストリートにある古い、食料品店。アルワクラ、特に沿岸地域には、歴史的建造物が豊富にあり、モスク、古い家屋、港にあります。重要なランドマークの一つは、20世紀初頭に遡るアルワクラトリデです。 シェイクアブドゥルラフマーンビンジャシムアルタニが所有していた古い砦の廃墟の上に建てられました。二つの丸い塔があり、以前は警察署として使用されていました。アルワクラヘリテージビレッジにある伝統的なカタールの家。ビーチにあるシェイクガニムビンアブドゥルラフマンアルタニの家は重要な歴史的建造物とみなされています。この建物は2階建てで、窓は 装飾的な形を表すように設計されています。カタール博物館局の修復部門の監督のもと、2004年に改装されました。アブドゥラービンサード・アル・ム・タラックが、以前所有していたアブドゥラービンサード・ハウスは、市の南東海岸の人里離れた場所にあり、歴史的建造物とみなされています。家は20世紀初頭に建てられました。おそらく1920年頃、 1984年に市町村が所有権を取得した後、2年後に改築され、最終的に博物館として再開されました。アルワクラのハムザビン・アブドゥル・モタレブ・モスク。アルワクラに復元されたモスク。以前、アルワクラで最大のモスクは、1935年頃に建設されたアルアユニ・モスクでした。市内で最も活発で人口の多い地域であったため、 海岸近くに建設されました。幹線道路の近くに新しいモスクが建てられた後、モスクは機能しなくなりました。それは正方形の形をしていて、16メートル17メートルの大きさで67にあります地上高センチメートル。モスクの珍しい特徴は東側の単一の入り口です。この期間に建設されたカタールの他のモスクの大部分には、 三つの入り口がありました。屋外の祈祷エリアには細い柱で区切られた五つの通路からアクセスできます。これに隣接して礼拝堂があり、屋外エリアの三つの異なる入り口からアクセスできます。比較的小さなモスクであるアブマナラテンモスクは1940年に海岸近くに建てられました。その名前が示すように以前は二つのミナレットがあった可能性があります。 それは27メートル8メートルを測定します。かつて西のアブマナラ庭園に隣接する別のモスクがありましたが、後に解体されました。モスクへの入り口は5つあります。ミナレットはロート上で高さ9メートルです。屋外の祈祷エリアはありません。屋内の礼拝堂のみがあります。 1940年頃に建てられたアルワクラ博物館の近くにあるアルスバイエーモスクは、その後改装され、古い建築材料がコンクリートブロックに置き換えられました。建設以来、連続して使用されています。継続的な追加と構造の改善の結果、現在は 22MX13 メートルの大きさです。ミナレットの底は正方形で、高さは5.5メートルです。 2008年、首都局は、アルワクラ開発のマスタープランを発表しました。将来の計画は、町の歴史的な真珠の伝統を大いに反映することでした。開発には、継続的な公共のウォーターフロント、ウォーターパーク、ゴルフコース、海事博物館、いくつかのホテル、文化センターが含まれると言われています。アルワクラ開発プロジェクトと呼ばれる、このプロジェクトは、 アルワクラニューダウンタウンを特徴としており、次の7つのセクションに分かれていました。アルワクラスークとそのビーチの眺め。アルワクラ開発プロジェクトは、将来のいくつかの都市開発目標を概設した、より広範なカタール国家マスタープランの一部でした。アルワクラの計画の目標は、都市の人口が2030年までに60万人に増加するという考えに基づいて考案されました。 現在、アルワクラニューダウンタウンプロジェクトや、その他の小規模プロジェクトが、まだ進行中であるか、放棄されているかは不明です。アシュガルは、2018年後半に、市内の道路システムの6億 QR のオーバーホールに着手しました。プロジェクトの一環として、QG リンロードからメイセドロードまでのキロメートルの道路が開発される。これには、 幹線道路を2車線から3車線に変換すること、追加の4つの交差点を設置すること、ラウンドアバウトを制御された交差点に変換することが含まれます。さらに、地下鉄アルワクラ駅を起点として、両方向に160メートルのトンネルが建設中である。歩行者とサイクリストも追加の6.1を受け取ります排他的なパスのキロメートル。 このプロジェクトは3つの異なるフェーズで実施され、2020年までに完了する予定です。桟橋からのアルワクラヘリテージビレッジの眺め。アルワクラには公共の公園や娯楽プロジェクトの大規模な割り当てが割り当てられています。最も重要なプロジェクトの一つはアルワクラヘリテージビレッジでした。村にはアルワクラスーク、 アルワクラ港日ュ、3つ以上に広がるゲート付きモスクがあります。アルワクラ港の隣のウォーターフロントのキロ。この村は2008年に一般に公開されたアルワクラ開発プロジェクトの一環として最初に考案されました。最初に発表されてから6年後、村は2014年12月に正式にオープンしました。スークには伝統工芸品を販売する100以上のショップと いくつかのレストランがあります。エール・ウォーケラ・ハサックのビーチ。アルワクラ病院の向かいにある高層モールであるワクラモールの建設は2015年末までに完成する予定でした。それはエズダングループによって立ち上げられました。市内にはアルワクラスークビーチとアルワクラファミリービーチの2つの主要な公共ビーチがあります。それらは互いに数分離れて配置されています。 a l オ k e r a s a c k b は特定のウォータースポーツにも対応する家族向けのビーチとして2017年半ばに一般公開されました。当初、ビーチは無料でしたが、このポリシーは特定の活動に対して課金するように改定されました。また、ビーチには2018年にオープンした広い遊び場エリアがあります。遊び場には子供用の遊具だけでなく、 サッカーやバレーボールをするための施設もあります。アルワクラファミリービーチは国内で最も人気のあるビーチの一つです。ビーチは平らで、水は非常に少ないです。ここの施設の中には子供の遊び場、バーベキューピット、駐車場、更衣室、いくつかのガゼボがあります。サッカーやバレーボールを楽しめるエリアもあります。サック、OK、サックまたは アルゴーケラオールドマーケットは2014年にオープンしカタール州のワクラビーチに直接位置しています。市場の構築は過去と現在の混合物です。この市場は遺産の特徴を備えて設計されました。家は部屋のグループに分かれており現在はほとんどが商店であるため設計方法は古い伝統的な建物のスタイルと考えられています。この市場は カタールの古い人気のある家の形を取るように設計されました。海岸沿いに広がるレストランのグループがあり、古いカントリースタイルの船やボートがあります。サックエール・ウォーケラホテルは市場に接続されており、ティボリホーテルスグループによって管理されています。2014年のアルワクラ病院の航空写真。ハマドメディカルコーポレーションの施設であるアルワクラ病院は、 2012年12月に開院しました。325床の総合病院で217名の医師が常駐しています。それに関連した建物で、それは30万人以上の M の領域をカバーしています。病院はアルワクラとメサイードの都市を含むカタールの南部セクターに近代的な医療及び外科施設を提供しています。施設には外科、産科、 婦人科、歯科、皮膚科、小児病等が含まれます。専門の糖尿病センターが2014年12月に設立されました。市の最初の公共図書館は1985年に開館しました。ダー・アブ・デラマン・ダー・ウィッシュ・ファクル・アーン女性学習センターは町の中心部にあります。アル・ワクラの学校は次の通りです。アル・ワクラには あるワクラスポーツクラブと呼ばれる総合スポーツクラブがあり、そのサッカーチームはカタールサッカーのトップカテゴリーであるカタールスターズリーグに参戦している。クラブの本拠地は多目的スタジアムであるサウード・ウィン・アブドル・ダフマーン・スタジアム。市は4万人の観客を収容できるあるジャヌーブ・スタジアムを通じて2022 FIFA ワールドカップ開催に参加する。スタジアムに加えて マーケットプレイス、学校、レストラン、緑地がすべて中央広場に配置される。ワールドカップが終了すると、アルワクラ SC は、サウドビン・アブドラマン・スタジアムに代わるスタジアムの管理権を譲渡される予定となっている。ザハ・ハディットによって考案されたスタジアムのデザインは、ダウセンの穂の形を模している。アルワクラロードは、市内を走る主要道路です。 地下鉄アルワクラ駅の眺め。国立のタクシー会社であるカービィトランスポーテーションがアルワクラとカタールの他都市を結ぶバス路線を運行している。2015年、公共事業局はドーハの交通渋滞を緩和するためにアルワクラとドーハを直接結ぶ高規格道路を建設する計画を宣言した。2018年までに完成する予定とされている。市内の交通インフラは 2018年後半に、カタールの公共事業長であるアシュガルが立ち上げた、アルワクラ幹線道路プロジェクトの一環として、再整備されている。2020年までに完了すると推定されている。高価のアルワクラ駅は現在、ドーハメトロのアフマル線が運行されている。ドーハメトロの第一軸間として、他のレッドラインの駅と共に2019年5月8日に、営業を開始した。 アルワクラロードにある。駅の施設として、マスラフ・アルレイアン ATM、カタール国立銀行 ATM、礼拝室、トイレ、駐車場がある。ドーハメトロのフィーダーバスネットワークである合計5つのメトロリンクがあり、サービスを提供している。1999年にカタールで中央審議会の自由選挙が最初に行われたとき、アルワクラは、 選挙区番号の選挙区議席に指定されました。10、それは、選挙区番号の本部のままになります。選挙区の本部となった2015年の第5回地方選挙まで、次の3回連続の選挙で10、20。また、その選挙区には、メイセド、エール・ウーカー、ラス・アブ・ホンテス、カール・デイド、バジ・アブ・セレール、エール・マショフ、およびエール・ナキヤニストが含まれています。 1999年の最初の地方選挙では、アーメド・ジャシーム・エール・マフタが選挙に勝利し、57.2%、つまり636票を獲得しました。ハッサン・アッパス・アブドゥル・ラヒムは2002年の選挙で選出されました。彼は2007年と2011年の次の2回の選挙で守備よく議席を維持した。二千十五年の選挙では、マンス・アーマード・ユーザ・ファル・コターが、 地方自治体の代表に選出されました。2010年の国勢調査の時点で、市は8436の住宅ユニットと796の施設で構成されていました。市内には79457人が住んでおり、そのうち75%が男性、25%が女性でした。79457人の住民のうち、 81%が20歳以上で、19%が20歳未満でした。識字率は98.4%でした。雇用者は総人口の73%を占めました。女性は労働人口の12%を占め、男性は労働人口の88%を占めました。ありがとうございます。